怒りを力とするのだ。はい、こんにちは、ライムです。はい、今回ということでマスターズ・ヤノートの前回のガチャ動画でまあ華麗に当てちゃいましたけど、なんとね、もうシオン闇の反動が今になって帰ってきたかなってところで、はい、ゼアノート当てたんですよ。あの、ガチャとかも、まあ、とっくにみんな見てるとは思いますけどね。はい、ということで、今回ね、あの、ゼアノートと、あと、前回ミッシングエッグブーストの話もしたと思います。はい。ミッシングエッグブーストがですね、全枠か、ユニオンクロス、マルチやることで、もらえて、すべての枠が、1.0 倍足されると、加算されるといったところで、とんでもない倍率になるよというお話をしました。はい。で、それと一緒に、まだ僕は、ミッシングエッグ自体プラス29というお話もね、一緒にしましたよね。というところで、今回は、せっかくゼアノートも手に入れたし、で、今月ミッシングエッグブーストもあるし、ってところで、あのね、シオン闇が手に入らなかったっていう理由で、ずっと置き去りにしていたミッシングエッグをとうとう光らそうじゃないかと、プラス35にしてやろうじゃないかと、いった動画です。はい。で、なんですけど、その前にもう一個、あの、皆さんに大事なこと、すごく大事なことをもう一つ言う必要があってですね、それがですよ。なんと、ちょうど音楽が切れちゃったけど、なんと、ゼアノートが2枚いるっていう。ごめん、当てちゃった。で、いや、これね、これ説明すると、まず1枚目がこれなんですよ。怒りを力とするのだ。これが、前回のガチャ動画で当てたやつ。で、今日ね、なんかジュエルが、ちょっと、前回のガチャ動画でちょっと余ってたやつあって、で、それでちょっと覚醒専用メダル目当てで欲しいなと思って、ちょっともうちょい覚醒、なんていうの、欲張りたいなと思って回したら、なんと、10連で出て、10連、まあ、実質60連目ですよ。前回のガチャ動画と合わせると。実質60連目で、また2枚目来ちゃって。怒りを力とするんだ。びっくりだよね。マジかと思って。って感じなので、なんとまさかのゼアノート2枚になっちゃったっていうね。これはもうミッシングエッグ光らす以外の選択肢ないでしょうと思って。ここまで、こんな当たり方しちゃったらそれやるよねと思って。ね。ゼアノートに好かれてしまったようだ、どうやら僕は。はい。まあ、いいけど。あの、ガチャ動画でも言った通り、ゼアノート自体は好きだから、まあいいんですけど。で、ミッシングエッグね。早速強化していこうかなと思うんですけど、かっこいいんだよね、そもそも。キーブレード自体がかっこよくて。で、これ、あの、プラス35にするとね、緑色に光るのかな。うん、すごくかっこいい。というところで、はい。で、先ほどもお話しした通りですね、これ今プラス29の状態で、さらにミッシングエッグブーストがかかってる状態です。はい。これ全ての枠が、1.0 倍足された状態なので、まあ、ものすごく強いよね。うん。ここ本当は、ここエアーじゃなくて、ボンドがベストなんでしょうけど、ボンドがあいにく追撃つかなかったんですよね。去年のね、コピー追撃つくまで回すっていうね、バカなガチャ動画やりましたけど、あれでつかなかったんだよね、ボンドだけ。なので、こんな状態になってますけど、まあ、とりあえずゼアノート2枚いれば結構強いんじゃないかなと思うんですよね。闇デバフ、4段階か。行くんで、でもはやキーブレード倍率の暴力ですよね。っていうところで、光らせていきたいと思います。おー、ついに月の魔石を使う時が来た。このために貯めた54個。これをついに使う時が来るとは。行きます。まず30だね。2枠目が1個上がる。はい。多分翼の魔石も確か足りると思うんだよね。確か19個ぐらい。でマックスになったと思うんで、多分足りると思う。はい、次31。おお、4枠目と3枠目が上がる。はい、次32だね。はい、3枠目。はい、次プラス33。
また4枠目だ。プラス34かな、次が。あ、また4枠目。4枠目好きね。これそろそろもう5枠目。あれ？これずっと4枠目なんだ。プラス35で3、マイナス 333.2 になるみたいですね。そうなんだ、ミッシングエイクって。で、ゲージが1個。お、待望の、待望の。かっこいい。かっこいい。かっこよくね。これずっと前から憧れてたんだよな。シオン闇なかったから使えなかったけど。これいいよね。ミッシングエイク一番かっこいいと思うんだよな。キーブレードの中で。うわぁ、つうか次えぐいな。あ、次からは5枠目上がるんだ。でもきついね。翼のまつぎ5個必要だ。きつ。これはきつい。で、プラス35の光った状態ですね。光った状態で、で、さらにミッシングエッグブースト込みで、3枠目が4倍、4枠目が4倍、5枠目が、4.2 倍と。めちゃめちゃ強いね。めちゃめちゃ強い。フェアリスト39.5 がこれなんですけど、3枠目 3.1、4枠目 3.1、で、5枠目が 3.4 倍と。で、ミッシングエッグこれだからね。やばいよね。キーブレードブーストやばすぎだね。なんかそう、わかりやすいテコ入れっていうかさ、運営にさ、使えよっていうね、感じの、使わせよう感が半端ないんだけど。まあ、今回さすがにこのミッシングエッグ強いでしょう。ちょっと、使いたいんだけど、使いたいね。ちょっと使ってみたいんだけどさ、コロシアムとか全然進めてないからいいサンドバッグ相手がいないんだよね。で、今レイドやってるわけでもないし。ってとこだったな。ちょっと時間考えるべきだったな。せめてレイドとかでやってみるべきだった。うん。せめてコロシアム進めたくばよかった。階級ランク1とか。まだ未参加の状態だわ。なんかいるかな？イークリマスキー。あー、でもこれキーブレード固定なんだっけ？キーブレード固定だよね。いけない。あ、いけない。あ、これよくよくバナー見るとミッシングエイク、ミッシングエイクのところがある。そこまで進めとけばよかったね。これ多分最後がミッシングエイクなんだな、このバナー見る限り。取るタイミングを失敗した。いや、さっきさ、ミッシングエイクブースト取ったからさ、7時台のやつでね、ボーナスタイムで取ったからさ、すぐもう動画撮っちゃおうと思ってやったんだけど、ちょっと失敗だったね。まあ、また次の機会あったら、このミッシングエイクを使ってみた動画アップしたいところではあるけど、実際どのぐらいの強さってところをね、ちょっと破壊力本当に見てみたいな。本当に破壊力が気になる。本当にいいサンドバッグいないかな。いないよなこれ。本当にいねえわこれ。マジでいねえわ。ゼアノートっていうかどういう攻撃なんだろう。一回だけ見てみようか、ゼアノートの攻撃。あ、オートボタン押してた。とてもよく似ている女の子。行くよ。あ、いけない。行く。怒りを力とするのだ。あ、これあれ？バニタス EX 回と一緒？一緒か？なんかもうちょっとあれだよね。あの、なんていうの？なんていうのかな、特別なやつにしてほしかったな。バニタスと一緒かな、今のモーション。バニタスと同じような気がするんだけど。いやー、光ってるミッシングエッグかっこいいな。光ってるミッシングエッグはかっこいい。帰り、私にとてもよく似ている女の子。まあスキル何もつけてないんですけど、ね、とするのだ。あ、いいね。あー、ミッシングエッグかっこいい。これはいいよ。シオン闇が収課金できたのはかなり複雑ではあったけど、このゼアノートを引くための布石だったのか。まあシオンがあれだよね、あんだけ引いて出なかったけど、ゼアノートがここに来て60連で2枚出るっていうね、とこでほんとガチャわかんねえわ。ガチャわかんねえっていうか、運営の慈悲なのかも、慈悲なのかわかんないけどね。
怖えわってところですね。ただ本当にこれまあ半ば自慢のような動画になってるけど、そう、ただ本当にこれをやりたかって完全に自己満動画ですよね。これもうあのお手手つないで可愛い感じですよ、このセアゾートなんだこのデッキ、うわいいな、これしばらくは楽しめそうだ、今月は結構楽しめそうな気がする。ただまあ本当よく言えば覚醒が欲しいところですけどね。レイドはちょっと使いにくいからね、前回も言ったけど、そう使いにくいっていうかミッシングエイクだとちょっと使いにくいかなって感じ。実際本当に使おうと思ったらね、多分クリスタルワークスに入ると思うんだよね、ゼアノート。そうゼアノート、そうなんだよね、3枠目が緑のあれなんで、あれが入ってるんで、まあこれでもいいよ。ここにシオン HD 入れて、ゼアノートどこだ、いた、ゼアノート入れるでしょ。でスピリット枠にもゼアノート入れるじゃん。そうするとゼアノート連打ができるんだよな。シオン EX はどこだろう、シオン闇だ、ごめん、シオン闇どこだ、あれいた、見慣れないんだな、多分見慣れてないんだよ、シオン闇を見慣れてないから場所が分かんなくなるんだよね。で、追撃のカミングを入れて、で、そっか、そういうことか。これ、あれ、追撃のカミングこっちにした方がいいのか。こっちに入れて、まあ適当な、なんでもいいや。追撃ついてるやつなんでもいいけど。まあ、波音でもいいや、別に。どうせ倍率出ないし。はい。こんな感じに入れてですね、使うのが一番いいかな。あ、レイドだと追撃いんねえのか。レイドだと、そっか、ゼアノートに追撃だとむしろ時間かかったりするのかな。そっか。レイドで考えると普通にレイド80の方がいいか。はい、レイド80のカミング。で、こんな感じで多分使えると思うんですよね。このゼアノート2枚編成だと。ね、これ結構悪くない気がする。なかなか悪くない気がする。あとね、リバースブーストとかがあれば結構使えると思うんだよね。今月多分リバースブーストまた来そうな気がするんだよね。スピードブーストかな。スピードブーストもしくはね、あれ、ゼアノートブーストじゃないかな。ゼアノートブーストっていうかなり局所的なね、超局所的な、ゼアノートメダルだけパワーアップっていうね。ゼアノートブースト出ねえかな。レイド80いた。レイド80シオンだね。こんな感じか。こんな感じで使うのが一番いいのかな。レイドだと。これちょっと一回や試してみようかな。せっかくだし。そうだね。闇デバフがこの編成だと7段階までちゃんと行く感じですな。はい。フレンド、パートナーに行く前までに。なので結構使えるんじゃないかなっていう気がするよね。まあちょっとフェアリスターと比べると倍率だいぶ低いんで、ちょっとっていう感じですけど、クリスタルワークスもまあ3色使うからな、なかなかだよね、なかなか。さっき翼の魔石いっぱい使っちゃったし、はい、といった感じですかね。本当にこれはもう完全に自己満動画なので、皆さんがこれを見て楽しいと思うかは知りませんただこれがやりたかったの。はい、といったところで、今回の動画終わろうかな、終わっていいかな、大丈夫かな。とりあえず、皆さんに言えることは、ユニオンクロスでミッシングエイクブーストがもらえるので、であと、先ほど見た通りですね、マンスリーマスキークエストのミッシングエイクどうやら使うみたいなので、そちらを楽に攻略するためにも、ミッシングエイクブーストは、まあ、必ずゲットするように、はい、忘れずにやるようにお願いします。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。